はい。ってことでイーグレット2ミニ起動していきましょう。いきなり始まったわね。まあ今回は前回の続きだしな。でテレビに繋ぐ前に先に本体画面でちょろっと遊んでみようと思うわけなんですが。まず起動しますと最初に言語選択が表示されました。でまあここはもちろん日本語を選択します。お、これがイーグレット2ミニのメニュー画面なのね。うん、割とシンプルなメニュー画面だけどこれはこれで見やすそうだな。あとこれ USB アダプタついてないので別途 5V2.4A 出力以上の USB アダプタ用意しないといけません。2A じゃなくて 2.4A なのね。うん、いつもみたいにとりあえず手持ちの 2A 出力のモバイルバッテリー繋ごうと思ったんだけど今回はそれができないのでちと不便です。てかウプヌシ家には 2.4A 出力できる USB アダプタ1個しかないのでちょっと使い回しが面倒だから後で USB アダプタも買い足さないとかな。まあとりあえず今はいいでしょ。まあな。でまあとりあえず問題なくちゃんと映ることは確認できたので。まずはちょろっとスペースインベーダーでもやってみます。うん、またがっつり顔映り込んでるわね。ちゃんと画面映そうとするとどうしても顔が映り込むので仕方なし。でまあスペースインベーダーだとちょっと音少ないのでわかりづらいですが、本体スピーカーの音もクリアなサウンドでいい感じです。フィルム越しだからちょっとわかりづらいけど画面も綺麗に映ってそうね。てかフィルム派がないの。うん、最初は保護フィルム買って貼ろうかと思ってたんだけど、イーグレット2ミニの画面は湾曲してて専用のフィルムじゃないとダメっぽいし、さらにはその専用のフィルムも貼るのかなり難しいらしいので、とりあえずは最初から貼られてるフィルムを剥がさない方向でいきます。フィルム貼るの大変なのね。まあ軽く調べただけで実際に自分でやってみたわけじゃないからなんとも言えないけどな。さてじゃあお次は縦画面にでも切り替えてみますかね。それ電源入れたままやっていいの？うん、プレイするゲームに合わせて電源入れたまま切り替えちゃって大丈夫みたいです。おお、画面もシームレスでくるっと切り替わったわね。うん、これなんか気持ちいいな。まあだからといってあんま無駄にガチャガチャ切り替えてると本体の寿命縮まりそうだけど。いやそりゃそうでしょうよ。でまたスペースインベーダー起動してみたんですがこっちのが断然見やすいです。やっぱ元が縦画面のゲームはちゃんと縦画面にして遊んだ方が良さそうね。まあそやな。てかこのスムーズな画面の切り替えテンション上がるわ。だから汚いテンションの上げ方するんじゃないわよ。いやー思ってた以上に本体の作りがしっかりしてて嬉しい限りです。そういえばレバーやボタンの触り心地はどうなの？うん、このまましばらく本体だけでプレイしてたんだけど、アストロシティミニとはやっぱ結構感覚違うけどこれもなかなかにいい感じです。ならよかったわね。てかウプヌシ程度の人間なら専用コンパネ繋がなくてもこれで十分かもな。まあせっかく買ったのでもちろん専用コンパネも次回あたり試してみますが。いやまあそりゃこれで試さなかったらもったいないでしょ。でまあせっかくなので縦画面から横画面に切り替えるシーンもどうぞ。いやどんだけ画面の切り替え気に入ってんのよ。この機構考えた人神です。そうですか。でまあこの後もこのまましばらく遊んでたわけなんですが。画面も5インチあるのでテレビに繋がなくても十分プレイしやすい感じでした。本体だけでプレイするなら必然的に画面との距離も近くなるしね。まあもちろんテレビに繋いだ方が見やすいんだけど、やっぱアーケード筐体型のミニ系ハードは本体の画面でプレイした方が雰囲気出るよね。まあそれはあるわよね。ってことでまあウプ主がイーグレット2ミニを本体画面でプレイしてみた様子はこんなところで。お次はテレビに出力して、さらに専用パッドも繋いでちょろっとプレイしてみます。ここからはいつものスタイルでお届けする感じね。うん、この方がやりやすいし落ち着くしな。でまあとりあえずざっとこのままメニュー画面でも眺めてみますかね。スペースインベーダーもそうだけど結構初期のアーケード作品から収録されてる感じなのね。ラインナップは確か70年代から90年代くらいまでって感じだったかな。あとルパン三世なんかは今まで移植されたことなかったらしいから40年以上経って初めて移植されたみたいだぜ。へえそうなのね。まあ実はイーグレット2ミニについてはあんまり下調べしてないので間違ってたらごめんだけど。そういえば今まであんまり動画内で話題にしてなかったわね。前から欲しいは欲しかったんだけど、個人的にはメガドラミニになんかに比べると若干熱量が低かったもんで。あとは色々調べると絶対すぐ欲しくなるからあえて情報をなるべく入れないようにしてたってのもあるけど。なるほどね。まあもうしっかり買ってしまったのでこれからは色々情報入れて今後に備えようと思います。多分まだこれからも追加ソフト出るだろうし。そういえば前回最近追加ソフト出たとか言ってたっけ？うん、アーケードメモリーズボリューム1ってのが12月22日に出てて。それには前にレッツ TV プレイクラシックの台頭ノスタルジア1で遊んだ黄金の城が入ってるみたいだから。やっぱゆくゆくは買ってプレイしたいよね。
まあそれは先にしっかり内蔵ソフトと拡張セットのソフトで遊んでからにしなさいよ。へいへい。返事が何回ラッとするんですけど。でまあとにかくざっと内蔵タイトル眺め終わったのでぼちぼち専用パッドでゲームの方プレイしてみましょう。とりあえずはパッドでもまずはスペースインベーダーをちょろっと遊んでみました。あれなのね、テレビに映すときは専用の壁紙が表示されるのね。うん、そうみたいだな。てかなんかもたついてますけど。いやね、手元を上からスマホで撮影しながらやってて目視できないし、まだボタン位置把握してないから仕方ないのよ。てか前回の動画でての小さい人だと一番内側のボタンをしづらいかもって言ったと思うんですが、それよりも真ん中の小さい3つのボタンの方がより遠く、そこまで手の小さいわけでもないウプ主でもその辺はちょっと押しづらいです。まあでもその辺はプレイ中あんま使わないから大丈夫でしょ。まあな。てかあれかな、確か海外向けにも販売してたような気がするからもしかしたらパッドサイズは欧米人向けに設計されてたりするのかな。そうなの。いや今なんとなくふと個人的にそう思っただけなので何の根拠もないただの推測です。まあ別段使いづらくはないので問題ないっす。そういえば方向キーの方はどうなのよ。うん、方向キーはやっぱちょっとポコポコした感触が個人的にはあんまり好きではないけど、思ってたよりは使いやすそうかな。その辺はまあ好みによるって感じかしらね。そうだな。まあぶっちゃけパッドの好みなんて人それぞれだから言ってしまえば全部人それぞれなんですけど。うん、まあそうなんだけどそれ言ったら言うこと何もなくなっちゃうでしょうよ。まあねえ。さてんじゃもう少し他のゲームでもパッドの触り心地確認してみましょう。お、ルパン三世やってみるのね。ああ、これちょっと一回やってみたかったのよねん。これも壁紙いい感じね。そうだな。このゲームが出たのが1980年だからアニメの第2シリーズのイラストなのかな。ルパンのジャケット赤だし。てかゲーム始まったけどルパンはどこよ。ああそれは帽子とマントのキャラがルパンデジキャラです。なんかあんまりルパンっぽくないわね。そりゃまあ年代的にまだあんまり細かい表現はできなかったんだろうし仕方ないだろ。てかなんならルパン三世初のゲームで、アーケードゲーム史上初の原作付きゲームらしいから年代考えればかなり頑張ってる作品みたいだぜ。へえそうなのね。まあちょっと引きかじっただけであんまり詳しいことは知らないので間違ってたらごめんだけど。ちなみにゲームのルールとしては画面上部の8つの現金袋を画面下部に全部移動させればステージクリアになるみたいで。ステージ上には銭形警部と警備員と犬がうろついてるのでそれらをかわしつつ運ばないといけないようです。あ、あと現金袋は一度に2つまで持てるようなんですが、2つ持つと移動速度が落ちて敵に捕まりやすくなるみたいです。犬はすぐわかるとして棒持ってるのが銭形警部で丸腰なのが警備員かしらね。うん、そうみたいだぜ。あ、あとボタン押すとマジックってのが使えて、マジックは1ステージで4回まで使えて使うとステージ上の特定の場所にランダムでワープできるみたいです。そういえばさっきなんかワープしてたわね。うん、いきなり無駄に使ってたけど本来は捕まりそうになったら使うためのものだと思います。てかいまルパン三世のテーマ流れてたわね。うん、BGM にそれが流れるだけでもぐっと雰囲気出るよな。てかさっきから全然現金袋運べてなくない？うん、思ってた以上にむずいぞこれ。あ、はい。ってことで無事ルパンが捕まりめでたしめでたしです。いや1ステージもクリアできないどころか現金袋1つも運べずゲームオーバーじゃない。やっぱり盗みは良くないよね。いや負け惜しみがひどいのよ。まあルパン三世はこれくらいにして次行きましょう次。ってことでお次はバブルボブルちょこっとやってみます。まあこっちの方がパッドの操作感確かめるなら良さそうよね。ああこれでこのパッドでアクションゲームがやりやすいかどうかわかるんじゃないかなぁと。でまああれかな、アクションゲームやる分には可もなく不可もなくって感じかな。特別使いやすいってわけでもないけど変なところもないって感じね。うん、ちょっと大きめだけど握りやすいは握りやすいし、方向キーの感触もまあ慣れれば気にならなくなりそうではあるから普通に使う分には問題ないんじゃないかと。ちなみにバブルボブルも一回ゲームオーバーになるまでやってみたんですが、まああんま進めませんでした。うん、100ラウンド中12ラウンドまでしか進めなかったわけね。まあ次行きましょう次。ってことでお次はスクランブルフォーメーションちょこっとやってみます。今度は縦シューティングね。ああ、一応いくつかジャンル変えてパッド試しといた方がいいかなと。でまあ縦シューティングやる分にも別段やりづらいってことはなさそうです。ならよかったわね。まあ縦シューティングだとそもそもウプ主さんの腕前が悪すぎるのでパッド云々関係なくうまくプレイできないんですけどね。まあ間違いなく他の人の参考にはならないわよね。って言ってるそばから速攻でやられてるし、パッドの名誉のためにも言っておきますが今やられたのはあくまでもウプ主の責任です。
いやんなこと名言戦でもわかるからいいのよ。いやほらもしかしたらたまたま通りがかった一元さんがウプ主のことシューティングの達人と勘違いしてるかもしれないじゃないか。なことはまずねえから安心しろボケが。でまあこれも一度ゲームオーバーになるまではと思ってやってたんですが、まあ案の定速攻でゲームオーバーです。うん、まあでしょうね。まあ次行きましょう。次でやっぱパッドの使い心地を確かめるなら格ゲーだろうってことで次はカイザーナックルって格ゲーをやってみます。ちなみにこちらのカイザーナックルの調整回収版のダンクーガってのも収録されてるんですが、ダンクーガは諸事情により当時は発売されなかった幻のゲームだそうです。へえ、そうなのね。まあウプ主さんアーケード事情に疎いのであんま詳しいこと知らないんだけどな。あとカイザーナックル自体もイーグレット2ミニに収録されたのが初の家庭用移植になるっぽいです。ってことはこれは現状家庭用としてはイーグレット2ミニでしか遊べない格ゲーってことね。ってことだと思います。でまあパッドの話に戻りますと、やっぱ個人的には格ゲーやるとなるとこのポコポコした方向キーの感触が気になるかな。なんか技もあんま出せてないっぽいしね。それはコマンド全く調べないで初めて適当に入力してみてるせいです。そうですか。てかコマンドくらい調べてから始めなさいよ。いやーとりあえず今回はいろいろお試しでちょこちょこっとやるだけって感じだし、その辺はまた後でがっつりプレイするときでいいかなと。まあパッドに関しては格ゲーやるなら方向キーの感触が個人的にちょっと気になるかなってだけなので、格ゲーでも使いづらいとまではいかない感じかな。総合的に見て専用パッドは悪くはないって感じかしらね。あくまでウプ主一個人の感想だけどな。ちなみにイーグレット2ミニにはアストロシティミニやメガドラミニのパッドも使えるので、まあパッドで格ゲーやるならそっちのが断然やりやすかったです。いや専用パッド買った意味よ。まあ専用パッドはあくまでフルパッケージ豪華特装版が安くなってたから手に入れたって感じで、当初の予定だと専用パッドは買わずにアストロシティミニのパッド使えるならそれでいいかなって思ってたしね。ただアストロシティミニのパッドだとボタン足りなくてメニュー画面呼び出せないので、そこは本体のボタン押さないとだから若干面倒ではあるけど、使えるって言っても完璧じゃないわけね。普通にプレイしてる分にはまあそんなに問題ないけど、こまめにセーブとロードを繰り返したい時なんかはこれだとちょっと不便かもな。利便性考えるとやっぱ専用パッドの方がいいわけね。そうだな。それに格ゲー以外はそこまで方向キーの感触気にならないしな。あとはまあパッドで格ゲーやらなくても本体のスティックや専用コンパネって選択肢もあるしな。まあでもあれよね、本パッド派なウプ主としては専用パッドの方向キーの感触がもうちょっと自分に合ってればとは思うわよね。まあねえ。ってことでまあだいぶざっくりとした感じでしたが、ちょこちょこといくつかのゲームを遊びつつ専用パッドの使い心地を確かめた様子はこんなところでした。今回は本当に数本のゲームをちょろちょろっとやっただけなのね。まあ他にも影の伝説や、ハレイズコメットなんかもちょこちょこっとやってはみたんですが、どのゲームでもウプ主が下手すぎてすぐやられちゃうのであんま見どころがなかったんす。そうですか。やっぱアーケード作品だけあって基本難しいのよね。まあ物によってはレンコインしまくればゴリ押せるゲームもあるだろうけど、がっつり一つのタイトルを遊び倒すのはとりあえずパッドやらコンパネやらパドルコンやら全部一通り試してみてからにしようかなと。まずはハード周りの使用感を一通りチェックするってことね。ってことです。なので次回専用コンパネを試しに使ってみて、次の回で専用パドルコン試してみるつもりです。そこも動画分けるのね。うん、じゃないとまた動画長くなっちゃうし何より編集がめんどい。いや最後本音がダダ漏れてるのよ。あ、そうだ、メインメニューの本体設定見るの忘れてたので最後にそこだけちょろっと見ておきます。メインメニューの本体設定では本体スピーカーの音量や本体画面の明るさの設定や、HDMI 出力時のワイド設定やらなんやらできまして、ワイドにするとこんな感じで画面を右か左に90度回転させることができます。縦画面にできるディスプレイだったら縦画面のゲームを大画面で遊べるわけね。ああこれは縦集がちでやりたい人なんかには嬉しい機能だよな。まあウプ主家には縦画面にできる大きいディスプレイないし、あんまこれでプレイすることがなさそうなのが残念なところですが、まあ横画面のままでもそれなりには大きくは映せるわけだしいいでしょ。よしじゃあこれを機に縦画面にできる大きいディスプレイ買おう。ふざけんなんなもん買っても置き場所ないでしょうよ。冗談です冗談。さすがに最近いろいろ買いすぎてガチで金欠気味だし。てかだからマジでいい加減財布の紐締めなさいよ。そうねさすがに来月からはちょっと節約しないとね。あんまする気があるように聞こえないんですけど。まあ元より内袖は触れないのであるものでやりくりしてくだけなので。ってことでまあ話が脱線してきたので今回はそろそろ終わっておきます。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.